はい、皆さんこんにちは、クニネムです。今日もね、この川崎の ZRX 続きをやっていきますけども、前回ドライブチェーンをね、取り外しましたね。切断して取り外して、で今日からね、もうこの後ろ回りどんどんバラしていこうと思います。でタイヤ取ったりするんですけども、このスタンドですね、これ今スイングアームにかけてますんで、このスタンドがかかっているとスイングアームを外せないんですよね。ですからこのバイクリフトで、これ一つで車体を持ち上げたいんですけども、多分この後ろ重いんで、後ろだけここで持ち上げても後ろだけ上げるっていうのはちょっと不安定かなと思うんですね。ですからまずタイヤ取って後ろちょっと軽くして、バイクリフトギリギリまで下げて、この辺で持ち上げたいかなと思うんですけども、タイヤ取るためにはまずブレーキですよね。これ外さんとダメです。こちら側ですけど、ここにブレーキキャリパーあってホースで、この裏にマスターシリンダーがありますね。リアブレーキ一式外しまして、でタイヤを取って、でバイクリフトかけやすいように、ここのね、このサイドスタンド、これも取ろうかなと思います。で、サイドスタンドがあったこの辺にバイクリフトをかけて持ち上げたら、後ろタイヤ取れて軽くなってるんで、後ろだけ上げれるかなと思うんですね。で、その状態でスイングアームを外すと。で、あとこのね、コイルオーバーのショックアブソーバーですね。でこういうのも外していこうかなと思います。ちょっと初めてやることなんで、どうなるか分かりませんけども、やりながらね、ちょっと考えながらやっていきたいと思います。まずブレーキから外していきます。それでは後ろ回りですね、バラしていきます。まずこのブレーキキャリパーを取ろうとしてるんですけども、この初っ端からつまずきまして、この下側のブレーキキャリパーとブラケットを止めているボルトですね、もうすでに舐めてあるんですよね。でもこのままやったら絶対舐めるだろうという状況で、インパクトで一気にやったら取れるかなと思ったんですけど、取れませんでした。で上側は普通に緩めることができましたね。舐めそうなところはトルクスのビットを打ち込みまして、インパクトで緩みました。で前側ですね、このリアブレーキのマスターシリンダーがあるところ、これブラケット側の、ボルトですけども、ここも1本すでに舐めかけてましたね。ですから前オーナーさんが何かしたのかなと思いますね。舐めないように注意しながらやりまして、キャリパーの上側のボルトを今抜きました。キャリパーをディスクローターから外していきます。でもうこのキャリパーはこのままぶら下げておきまして、もうこのホースもどうせ変えますんで、特に気に、しないでぶら下げてます。このリザーバータンクですね、これを止めている 10mm のボルトが1本ありまして、今外しましたけども、これを外しますと黒いプラスチックの部品がパラパラと落ちまして、何かなと思ったら、このリザーバーを止めてる、まあ、リテーナーのようなもんですね。それがもうすでに割れて砕けてましたね。で、ブラケットを止めてるボルトを外しまして、これでブレーキのシステムを全部取ろうとするんですけれども、ブレーキのスイッチが、スプリング状のスイッチが前で止まってました。これを、外していきます。これを外しますともう全部取れますんで、キャリパーを上から通しまして、ブレーキが全部取れると。さっきのスプリングはまだ完全に取れてませんので、なんか引っかかってるなということで、この状態でスプリングを取りまして、ブレーキが取れました。次にサイドスタンドですね、これを外していきます。17mm のボルトとナットで止まってます。でこのサイドスタンドは裏にスプリングがありますんで、これをこの T 型のフック状の工具でスプリングを引っ張ってスプリングごと外してます。でリアのタイヤホイールを外していきます。
このシャフトのところにリテーナーが左右両側止まってますんで、このリテーナースプリングを外します。そしてこのクランプのボルトですね、これを緩めていきます。外す必要はありませんけれども、サービスマニュアル見ますとここは緩めてねと書いてましたね。車体が持ち上げてて不安定なんで、車体があまり動かないようにフレームで押さえながら、このきつく止まってるクランプのボルトを緩めていきます。ここはあまり触られてないというかね、ボルトの頭も新品のようでしたね。前オーナーさんここは触ってないのかなと思いましたね。でシャフトのナット側、これも緩めていきます。ここもすんなりと回りました。もうナットは取ってしまいます。でシャフトをコンコンと叩きまして、裏側ですね、この左側シャフトが少し出ている、これを確認しまして、手で引っ張れば抜けるかなと思ったんですが、やっぱり抜けないですね。タイヤ外すときにゴンと落ちてもあまり良くないんで、下に木をかましまして、裏側からシャフトを叩いていきます。だんだんシャフトが出てきているのが見えると思いますね。ここまで出ますと手で抜けますんで、そのままタイヤホイールを外します。ゴロンと落ちたのは後ろのスプロケットですね。これ落とさないようにしないとダメでしたね。でこの状態でバイクリフトをかけていきます。フレームのなるべく後ろのところですね、そこにかけまして、車の後ろ側を持ち上げたいということですね。これで持ち上がりますと、後ろのスタンドを外すことができるんで、スイングアームも取り外すことができるようになるということでやってます。後ろが持ち上がりましたね。これで後ろのスタンドを外しました。で次にショックアブソーバーを外していきます。これは左後ろのショックアブソーバーですね。下側のボルトを外します。裏側にナットがついてますね。外れました。でショックアブソーバーは上側でまた 17mm のナットで止まってますんで、ここは袋ナットになってますね。なんか化粧のためかなと思います。ここも簡単に外れました。これでショックアブソーバーで全部外れますね。で右側、実はここが問題というかね、少しはまったところなんですけども、ここのショックアブソーバーはオイルがすごい漏れてるんですね。だからここを、触りたい、交換したいっていうのはあったんですけども、この下を止めてるボルト、裏側のナットは簡単に外れたんですけども、このボルトが抜けてこないんですね。回るけども抜けてこないと。でスイングアームの重りテンションかかっててのことかなと思ったんですけども、いろいろやってみたんですけども、どうも抜けない。そして上側ですね、上側を外しますと、簡単に外れました。でこの後このボルトを抜くためにいろいろやってみたんですけれども、ちょっと付き合いきれないというかね、もうこれはこのままにしといて後で抜こうと思いまして、それぐらい抜けなかったんですね。抜けない理由は後になって分かったんですけども、このボルト途中まではネジ切ってないんですけど、先だけネジ切ってまして、そのネジがどうもスイングアーム側の穴とどこかで引っかかっているのかなという感じでしたね。この時点ではもう見切りをつけてもうやめてしまおうと。ショックアブソーバーの抜けないボルトはもうあのままにしまして、スイングアームごと外していきます。スイングアームを止めているシャフトのこのナットですね、インパクトを当てても全く回らないんですね。フレッカーバーを出していきまして、これでやってみます。これで回りました。こんな感じでやってるんですけども、締め付けトルク98ニュートンメーターということで、そんな強いトルクではないんですけども、本当に回らなかったですね。
右側がシャフトで左側がナットになってます。で、ナットを外しまして裏から叩きまして、シャフトを押し出していきます。まあ、いろんなところを傷つけたくないんで、こう油を刺しながらやってます。まあ、これぐらいまで抜けますと、もう手で抜けますね。抜けました。これでスイングアームを外していきます。次にこの前側のスプロケットを外していきます。今油をかけましたけれども、もうすでに 2,3 日前にもう外すと分かっているところは浸透潤滑剤をかけてます。まあ、念のためこの作業直前にまた少しね油をかけてます。で、このスプロケットはくるくる回りますんで、共回れするんで、回らないところにギアを入れまして、で、この緩み止め防止の、倒してあるものですね、これを起こしていきます。マイナスの貫通ドライバーとハンマーでやってます。なんかいい道具あるんでしょうけども、もうこれで、私はやってます。そしてまた油をかけまして、このナットですね、17ミリのナット、これを緩めていきます。これ簡単に緩みましたね。ナット外しまして、先ほどのカシメを取りまして、スプロケットを抜くと。で、次に、このクラッチレバーですね、この部品も、外していきます。というのはこのクラッチのですね、何と言ったらいいんですかね、このシャフトのリンケージのところ両端ゴムパーツがあるんですけども、そのゴムパーツがもう破れてちぎれてるんですね。ですからもう丸ごと外しまして、これもきっちり組み立てたいと思います。今外したのスプライン状になってるところですね、抜きました。そしてこの問題の部分ですね、この抜けないボルトですけども、スイングアームごと車体から外しまして、もうまな板の濃い状態で、やりやすい状態になりましたので、取り外していきます。まあ、いろいろしてみたんですけども、まあ、もうすぐ見切りをつけて無理だなと思ったらやめました。結局このボールジョイントプーラーですね、これで外しました。まあ、さすがに今使ってたこの電動ドライバー、一応インパクトのやつなんですけど、それではビクともしなかったですね。エアの力で抜いていきます。まあ、最近は電動の工具いろいろありますけど、私はやっぱりエアが好きですね。結局エアが頼りになるかなと。これエアの力で、ボルトを押し抜いていきます。これで少し頭が出ましたんで、また油を刺しまして、ボルトを回します。油を潤滑させるということですね。で、裏側から叩いて動くのを確認します。叩くと動きましたので、これで抜けるなと確信しまして、細いもので裏から叩き出していきます。今抜けましたね。これでショックアブソーバー取れました。はい、ということで後ろ回りバラしました。ですね、ところどころちょっとはまりましたね。まあでもこのバイクリフトね、バイクリフト一つで後ろを持ち上げることができましたね。この真ん中で支えて後ろを持ち上げるということで、まあ普段こういうことをよくする人にとっては当たり前のことかもしれませんけど、私のように素人が初めてやってね、ここで支えれてよかったです。本当にね。で、外したものですけども、後ろタイヤと、これね、
これスプロケットなんですよ。これに交換しようと思ってね、買っておいたもの、取り外したものとちょっと比べてたんですけども、私が用意したものはサンスターのこれアルミなんですね。ものすごい軽いですね。でついてたこっちの方ね、これはもうほんと鉄の頑丈なやつでね、私はもうこっちの純正の方が好きですね。頑丈な方がいいと思うんですけども、だいぶちびってまして、買ったこれもちびってるんですけどね。で、これが前のスプロケットですね。もうこれも、これは純正の新品を用意してますんで、それに交換します。で、この中に入ってるね、これなんて言ったらいいんですかね、このブヨブヨしたやつ。これなんか、ちぎれてましたね。これも変えないといけないんかな、ちぎれてたら。なんかちょっとこれの意味がわからないです。で、ブレーキディスク。これもちょっとまだ見てないですけど、ちびってるようでしたらね、なんか交換しないとダメですね。あ、このとこにカラー置いてるわ。こんなんするからなくすねんな、これ。ホイールのどっかのカラーですね。で、スイングアームとサイドスタンドとかね、クラッチとか、クラッチレバーとかブレーキとか、この置いときましたけども、ブレーキのね、もうブレーキはもうピストンなんですよね。もうこれさえ、もうピストンさえ生きてたらあとはなんとかなるんですよね。このピストンがもう超高級品なんでね、これだけでいいんです。もう他はもうどんだけ傷んでもいいんで、なんとでもなるんですよね。まあ見る限り終わってますね。終わってます。こっちはもう、こっちはね、なんとかなるんですよ。もう傷んでても。安くであります。大陸の方からね、安い部品いっぱい買えますんでね。で、これですけどもね、スイングアームの、シャフトのところですね、緩めるの、取り付けの締め付けトルク98ニュートンメーターで前と同じなんですけど、ものすごく硬くてね、久しぶりに使いました、このブレーカーバー。ね、もうこんな工具箱の中の肥やしになってましたけど、これ使いましたね。インパクトでも緩まなかったですね。これを久しぶりに使いました。これ取っとかなかった。では、これね、これは四輪のドラムブレーキの中のね、スプリングを、引っ掛けて、外したりつけたりするのに重宝したもんですけども、今回はサイドスタンドのね、スプリングを外すのに、つけるときもこれ多分200円足すと思います。こんなん持っといてよかったですね。この100円か200円かそんなもんですけども、あるのとないのとで大違いで。これですね。これほんといろんなとこで役に立ちます。これボールジョイントのプーラーですけども、四輪の、コントロールアームのボールジョイントをね、テーパー状になっているものをスコット抜くためのもんで、で、今回はね、言ってました。ここのね、ボルトが抜けてこないんですよね。で、これで掴んで抜きました。これでやると一発で抜けましたね。でね、ここに至るまでね、火で炙ろうと思ってたんですよ。ここの挟んでる部分をね。でちょっと穴が広がったら抜けるんだろうと思ったんですけども、その炙るためのそのバーナーがね、ちょっと不安定で、火がボッポボッポ大きくなったり小さくなったりするので危ないんでやめとこうと思って、他のやり方ないかなと思って、工具箱漁ってたらこれが出てきて、あ、これでなんとかなるなと、四輪のね、ホイールボルト、あれ、ハブボルトですね。あれを抜くのにも使えましたし、もういろんなとこでね、違う目的で役に立ってくれるんですよね。で、こういうところ削ったりね、すごいしてるんですよね、私。こういうとこ削って、毛を大きくしたり、でここの厚みをね、薄くしたり、この顎のところも削ってね、滑らないように引っかかりを作ったり、であとここですね、ここのとこ、本当はこう四角なんですね。こう斜めに削って、こっちを大きく開くようにしたりね、もう、あちこちいろいろやってるんですよね。でこれが本当に、
まあ、大中小と揃えたらいいんでしょうけどもね、大きいのとかね。まあ、そやけど、まあ、ここまでね、いろいろ自分で、使いやすいようにね、して、いろんなところで活躍してくれまして、まあ、今回ね、このオートバイでこれが使えると思わなかったですけど、まあ、よかったです。これがあってね。はい。ということでね、もうどっからやっていこうかなと、まあ、いうふうなことを思ってるんですけども、まずね、注文しないといけない部品は何かというのを調べないといけないんで、まあ、とりあえずね、どんどんばらしていくと思いますね。さっき出たブレーキのピストンもそうですけど、舐めてるボルトもね、ショックアブソーバーとかなったんで、ボルトも注文したいですしね、まあ、とりあえず、ね、何が必要かというのを知るために、どんどんばらしていかないといけないですね。はい。ということで、なんか仕事が一気に増えたような感覚になってますけども、まあね、いろんなことが楽しいですね。この初めてのことばっかりで。ということで、また続きやっていきますので、ご興味のある方、ぜひともお付き合いをください。それでは。